これは自分の方に振ってるっていうのが、はいはいはい、自分の方に向いてるね、自分の方に振る方が優しい、うん、だからちょっと角度を変えて自分の方に振るっていう動きの方にちょっとだけ動かしてやる方が、はい、こんにちは、富士山ゴルフです。本当にゴルフを始めたい、始めました、どの動画見たらいいんやろ、こっから行くよ。やっぱり皆さん聞かれるとこが、はい、どうやったらもっと上手に手は使えますかなんよねもうさ、もうそれだもう腹くくって、うん、もう俺も手打ちに命を捧げようかってそれ、そうなってた、そうそうそう、もうなんかもうそうっていうことで歌えんよ、歌えん、手打ち言うたのにいきなり歌えんよ、歌えん、歌えん、うん、歌えん、何やったらもう本当に手をどう使うかの初めの一歩、うん、ボール持つやん、うんうんうん、ボール違ってもええけど、うん、家でもええ、もういきなりこのボールを床に、こっから始めてほしいの要は治安でもできてやん、そう、うん、要は、うん、クラブをビュンって振られへん人は、はい、早い話、はい、これができやん、これ真面目な話、え？地面に叩きつけるっていう感じ、そう、うん、そう、もうこれがなんか、なんかこんななってまうの、あーみたいな、いや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 、こうやってっていう、あ、要はこうやって投げられへんの、あ、で、投げてって言うとこうやってこうなってまうの、うんうん、そう、でこの投げるっていうと、これまた投げるっていうのが、うん、一苦労なの、投げるっていう動作には、うん、この辺のことがリンクしてきて、こうやってする人はもうこの辺がおかしいね、俺から言いましたら、あ、はいはいはい、そうだから投げられんくって、でもこうやってはこの辺今見たらもう分かるやん、うん、投げる動作はここはもう邪魔、奥は投げる動作はこういうその他いろいろがすごく充実しないと投げられへんけど、はいはいはい、これは全然何も分かる手やん、うん、本当に手やん、うん、でこの手をボールを、うん、もう真面目な話、まずもうアホみたいにこっからやねん、クラブはっていう、いやいやいや、これできへんかったらクラブ持つの早いからっていう、こうですからっていう、でこれがまだこっちもまだ持たへんこれが棒や、そうそう、これがこうですからっていう、うんうんうん、こうですからっていう、うん、でこれをもうこうですからって、ここまで行きたい、特に女の人なんかって重たいじゃん、うんうん、でこれだ大変やん、うん、でもこういうことなのよねえが、うん、こんなんこれ本当にゴルフの解説動画かやんか、はいはい、でもこれがやがてこうなってほしいの、あ、でこんなんじゃまだ打てるわけないじゃん、こうやってんねんから、うん、それをなんとなくこっち向きでこうやって巻いたらみたいな、ほらパーンってなるじゃんねっていう、もうこのパッチーンがないんよの常識的にはーいっていうふうに思ってるから、このパッチーンやね大事なのは。その動きさ、下にぶつける動きってさ、うん、な、僕ら小さい頃からさ、うん、まあ、小さい頃も、まあまあ、世代にはもう当然寄ってくんねんけどさ、コマ、うん、回したことあるやつ、またはヨーヨーで遊んだことのあるやつって、そうそう、ヨーヨーとかコマ回しとか、うん、メンコとかなあ、そう、なんかそれらは共通するなっていうふうには見えたぐらいの感じはあるよね。で、そう、今の全部さあ、もうそう、これ今の俺らの世代やったら、うん、もう全部野郎の遊びやんか、せい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 、そうけどさ、これがやっぱり女性の人だよ、ああ、はい、女性の方は、うん、めんことかヨーヨーとかさ、うん、あと何ちったっけ、駒回し極めたちか、子供の時にあんまりやってへんやん、やってない、そう、朝宮先ぐらいやな、ヨーヨー扱うとったもんなまあそれもだいぶこっちやんそれでもそうやな、なんかそういう下にぶつけるよっていうのは男しか遊んでへんの、
女の人なんかはそのよっぽど特別に経験がなかったら、うんねうん、それである日突然、うんそまあ、テニスとか、はい、ある程度ね、はい、あのテニス、卓球、はい、それから女子だったらソフトボールとかさ、うん、そんなん、シムコなんてソフトボールでしょ、はい、もっと俺らの世代で遡っていったら岡本さんね、はいはいうん、岡本彩子さんなんかソフトボールって考えていくと、そんなことでもしてなかったらなかなか本当にまともな話、ね、この棒を持ってゴルフを始めました、この棒を持っていきなり球打ちましたから入るんじゃん、それが上手くなっていかない、うん、まずお父ちゃんもお母ちゃんなんて誰でもいいね、ゴルフ始めるって言うんやったら、おちょっと待って、ちょっと これをもう一回これできるか言うて、うん、でできへんかったらこんなん持たしていかんわ、早いもん、あまあまあまあなんとなく怪しそうやん。なんとなく怪しい。いやちょっとやってみる。地面にボールをぶつけるだけや。さっき見本見てしもたもできるに決まってるやん。うんそうやって。お前自分でようハードル上げるな。できるに決まってるやん。簡単な話。それを地面に叩きつける。おおそうそう。これできるやんね。だって兄ちゃんの赤見本も見てしまったからさ、あこれは絶対したら赤見本そう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 、できるじゃんね、そうこれぐらいできるんよね、けどこれがゴルフスイングにつながるなんて夢に思ってないからあえてやってるわけやね、はいはい、そうでめっちゃ遠い感じがするけど、また誰が帰ってっていいまたそう、その順番で、あこれはあかん、音超えるから、その順番でこれでその順番で、そう、逆さまに持ったら、まずこうやってビュンって振れ、いいんだよね、はい、そう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 ビュン、そうそう、そういうこと、そういうこと、あーできてまうな、そうそう、そう、できてまうよね、悪い見褒めてきやん、ごめんねまあ、大丈夫、まあまあ、まあまあ、大丈夫、大丈夫、まあまあ、悪い、まあ、そこが大事やでもね、自覚がないってそう、そこが大事やん、そこ大事やん、そう、みんなこれでできてんちゃうんか言ったら、いや、やっぱりもう向こうで、うん、もうちょっとちゃうしって思ってたけどでもそれが大事はい、行くよ、はい、行くよ、はい、はい、クラブ右手だけで持って同じような感じで、あ、ボール打たんでいいや、同じような感じで、ビュンって振れるっていう話、足先みたいに、そうそうそう、重たくてしんどい、そうそうそう、そうよね、そう、急に、そうそうなるよねそれもまあまああかんやつよね、あかん、あかんの、そう、あかんの、あかんの、そう、そう、部活よね、そうやね、そう、あかんで、そう、これはまあまああかんけど、うん、ちょっとね、ちょっと見とて、俺が本当にやってんのはこうやろ、こうやろ、で、チームスやってんのはこうやね、こうやね、ここが私の今のゴルフスイングや、あそうそうそう、ここが本当にたかだかこれすらできやんねんっていうのは、俺やってほしいの、これもう一回、これもう一回、これこれ私よ、私よ、これいやいや、分かった、ここにはコーンって入っとるよ、分かった分かった分かった、うん、ここにはコーンって、で違う、でこれはここへぶつけるのにも段階があるっていうのが言いたくて、千代さん、ここへぶつけるのはできる、うん、でこれちゃんと言うと手首はうまく使えてんねんけど肘とか肩がうまく使えてませんで、今日はいいの、今日はそこで、でも十分手首、まず手首だけのスナップが効かせれたらある程度パチーンと弾くことはできるよっていうのを言いたいかいな、うん、で今こうやってよね、まあまあおかしいけどって言ったけど手首は合格やね、うん、手首が合格、そこでやってもらいたいのがこっち打ちたいのに、うん、あえてこっち向いて、うん、そう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 、はい、打ってみて、うん、そう
そう、当たるよね。うん、そう、これこのまずこの右手の使い方だけがをやってみるっていうのでもすっごくいいの。え、ちょっと待って、うん、こう行けばいいの、それともこう行けばいいの。うん、もうこれが一番打ちやすいんですけど、で行けばいい。いい、うん、そう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 、これは合ってますか。合ってます。おお、合ってます。合ってます。合ってます。合ってる合ってるわ。あんまり合ってるって言われたなんで乙女が出てくる。わけわからへん。合ってるって合ってるよ、それでいいよ。合ってるって。そうそう、ほら今のパチーンって飛んだじゃん。うん、そう、このパチーンがなかなかないの。手が疲れてきた。そう、疲れてくるよね。で、右手でやってると重たいじゃん、うん、で、特に女の人っていうのはこの手が力がないからね、うん、そう、で、今の使い方ってすごく、うん、あの手疲れてきて苦しくなってくるよね、うんうん、だからこそこの力がないからなかなかできないっていうのもあって、うん、それは昨日、今日始めたっていうか初心者の方でも当然いきなりこんなん持たされて振らされたらさ、うん、重たいじゃん。重たい。そうだからこれぐらい実は重たいものをなんだかんだ言ってある程度振れるだけの体力はいりますよってことを言いたい、うん、はい、最初クラブ。あ、そうか。せいで女子の方はクラブは軽く仕上がってる、ね、仕上がってるよね。振りやすいように仕上がってるんだけど、 それにしても最低、うん、これぐらいのことはなんとなくできるよっていうだけの筋力、うん、はい、コツも含めた筋力みたいなのは、はい、そう、ただそっちは軽いでビンビンできるじゃん。で、打たなかったらさっきの姿勢で背面にシャフトを振ってみて。わかった。ちょっともう一回やっていい、うんうん、合ってる合ってる合ってる。そう、うん、合ってる、うん、さっきより変わった。変わってる。うん、そう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 、うん、合ってる、うん、そう、合ってる。ちょっと近づいた、うん、ちょっと、うん、あ、でもそうそうそう近づいて、うん、いや、多分それ重たいやと振られる。そう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 、うんうん、そう、で、背面。そう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 、あ、出た。重たいな、やばいな。うん、で、今これ右手じゃん、うん、右手じゃん。それ左手を添えて両手でイメージは全部右手だけでいいから、うん、うん、いいからやってみな、大きい、はい、あれ、当たらん、ちょっと待って、うん、いや、当てれる角度に自分が変わってっていいよ、もちろんこれぐらいやったら当たりそう。はいはい、もうちょっと、うん、どこら辺足の角度これぐらいにしてみる。足の角度これぐらい、うん、そう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 、うん、まあ当てやすくなる、うん、そう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 、弾けるって分かる、分かる、うん、弾ける、そう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 、ほらだんだん分かる、打てるんだよ、うん、そう。笑うの？いや、笑うとこない。お前今の笑わんとシーンって見られたな。嬉しそうやったり嬉しい顔してんやん。ほんとね、ほんとかやるかんねん。嬉しい顔ってどんな顔やん。これどこで練習するの？練習場で練習場でやればいいよ、全然。そう、まあ、少々ゴージャスな家の庭があるしな、いろいろ。なんやったら家の中にこんなんあるし、中じゃなくて。こんなん家に持ってる人はどんどんそれをやればいい。それひたすら練習。ひたすら。で、これで、まあ、何を獲得したいかっていうと、うん、今ので、うん、これが、うん、半分できてる。なんでか言うと、うん、まず、手首をね、うん、手首をリリースする、うんうん、っていうことが大事で、うん、でそれをリリースするのをこう
ボールやったらポンってできるけど、うん、単純にこの棒をポン、うん、ポンってで、これをスイングに変えていくってなると、弾こうと思うと、ま、当たり前だけど、はい、こうじゃん、はい、でこれはこれによりちょっと高度なのよ、うん、けどこっち向いてしまうと自分の上からポンって押さ、ここ分かるかな、はいはいはい、自分の方にこうやるのは案外簡単にできる、うん、でも方向をこっちに転換しなさいって言うと難しくなるから、これは自分の方に振ってるって意味だから、はい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 、自分の方に向いてるね、自分の方に振る方が優しい、うんうん、だからちょっと角度を変えて自分の方に振るっていう動きの方にちょっとだけ動かしてやる方がこうやって打ちやすいのか、はいはいはい、バン、はい、そう当たったら痛せ痛そうやねだからもう本当に何やったらもうお母ちゃんやったらクラ、うん、ってやったことあると思う、うん、そうもうそのクラってやるやつ、うん、そのクラってやるのでってやるのでパチンっていうのが出るっていう、はい、でこのこれがこのコラがまあまあこれに近づいていくから、うんはい、まず今日は、はい、こっからこれで俗に言うインパクトっていうちょっと専門的な感じになってきてる、うん、そうインパクトだよこれは頭はたくをそうそうそうインパクトにそうでもっとちゃんと言うと、こう振り子動作っていうのになってくるから、はい、ここへ持っていくための第一歩としてインパクトができたよみたいな、はいはい、っていう回でした、はい、ということで本当にすっごいバカみたいな話だけど、うん、こんな簡単なことができてない人が山ほどおるっていうことです、はい、ありがとうございました。富士山ゴルフちょっと全国のですね富士山ゴルフファンの皆様にちょっとお詫びというかちょっと反省を込めまして、しばらく年明けからですね、まあ、ボディーターンボディーターンって言ってきたんですけど、もうね達人やめる嘘もうねもうやめるやめそう やめやっぱり俺はもともとその YouTube っていうかね、はい、やりたいと思ったのはこの際やから言うけどさ、巷のレッスンでそのもの誰も生まれるかいと思ったから始めるみたいな、全然程度こと言わんとやれ腰切れだな体回すだろの大合唱でそんなもんお前誰一人生まれてかへんやねんか結局みたいなでまあそういう そんなんちゃうねんってゴルフスイングって言いたくって、うん、でまあそれはそうなのよ。だからこそゴルフ始めてもうなかなかこう皆さんがね100切れないわけじゃん、うん、分かりやすい表現するとね、うん、だから始めたのにみたいな、でまあそのひたすらさそれを最初の頃は俺も一生懸命頑張ってやってたのに、うん、いつどころからかなんかまあ感化されてよそのチャンネルにそうそうそうそれだけ感化されて、いや俺も何やったら俺のボディーターンは日本一の解説ですけどどうですかみたいなのちょっとやってみたくなって、うん、やったところ、うん、びっくりするわ、チャンネル登録者って減る減るの減るか思って今までそりゃ1人2人がさその300人やぐらいの時にさ、うん、1人増えた減ったいうの見たことあるよ、うん、やけどお前3万5000が3万4900になった100人ぐらい減んねやみたいな、びっくりするやんほんでさもうあなんかもうちゃうなと、もうそもそもうちのファンが求めとんのちゃうなと、もうなんかそう思えてきてっていうか、もうそもそもさ俺もそうやけどガンダムのプラモデルバーンってつけるの体もう最後の仕上げやんか、うんうん、もう最後の仕上げばっか喋っとってもう思んないのよ、うん、だからもうここで本当にそれこそ100切れるどころやないと、昨日今日初めてクラブ握りましたっていう人も、うん、そうもうよそ見んでいいと、うん、もううちだけ見とったらとにかくゴルフが面白くなってくるし興味湧いてくるし、うん、とにかく入り口はうちやと、うん、ああぽいぽいぽい、そうそうゴルフの入り口言うたら富士山からでしょ、なんか頂上やろ
のに入り口でしょみたいな、もうわけわからへんねんけど、そう、もうそれぐらいでもう一回ちょっとこう心を入れ直してもう一回しかももう何やったらもう本当にすっごい手の話ばっかりするからね、うん、もう一回それをこうやらせていただきたいと思いまして、はい、はい、それの新富士山ゴルフ新やっとるやん、まあ、新ゴジラとかもっとちょっと前やけど新エヴァンゲリオンあれ新ウルトラマン新マンみたいな、もう、うん、新富士山、はい、うん、新富士山ゴルフいうことで、はい、そう、今日はそれの本当に俺、まあ、こう言うてもそれなりに一生懸命ボディーターン考えてて、一生懸命やってたんやで、ね、やってたんやけどさ、もうやってる本人が面白ないもんしゃないやん面白ないねや、面白ないね、もうこんなん聞いたことのある話やん、何やったらもうそのなんかもう地元でもこんな練習しかしてへんやんみたいな、うんうんうん、もうそんなんわざわざ俺が言うんでもええやんみたいな、本当もうストレス溜まってるんだよ、あ、やっとる側もやっとる側もおもろないもん、面白ないわ思いながらやっとんねんから、あ、そうか、そう、早くやの話に行こう、え、あ、そうせやな、せやな、せやな、そう、そういこう、あ、まだ、ごめん、ほな行きますって、で言うたからそれもまあまあこっちもうなんか大丈夫、これを見てくれとる人はみんな知っとるよね、朝宮崎を それ掘らなあかんと思う話を進めていいのか掘るかどっちや、この話は全部カットされて後ろに持ってくれ、結果面からいくのか、そう、結果面からいくの